割と寄せていくことで定評のある僕の浜松なんですけども、寄せてましたね。あのね、もう今回この曲初めて練習して歌ったんですけど、もう家自宅で練習してる時から、はい、自分で歌いながら俺浜松やんって多分ね、僕浜田松のこと同じ生態してるんちゃうかなって、自己評価ではね、ぐらいもうなんかね、初めて歌う感じがしないんですよ。俺の曲かなっていう。いい性格してますね。そうそう、得ですよ、その考え、はい、どれだけ その曲に音楽に入れるかっていうのがね、やっぱり一番大事なところ。まあそれ大事なところです。はい、もう歌ってる時はもう俺って天才ちゃうかなってやっぱりそう思っていかんとね。大事なことですよね、はい、そういうね。もうだから町内のね、なんか浜田省もモノマネ大会とかあったら僕優勝できるんちゃうかなって、おい、どうもできんちゃうかなって。ジャンコさんないですか、そういう、その俺これどうでしょうね。僕はやったらいいとこ行ける。僕ずっと高校ぐらいから、はい、ジャーニーのボーカルにこれ似てるんだよ。似てるスティーブ・ペリーって言うんですけどね、はいはいはい、顔は全然違うんですけど、声がちょうどかすれ具合で、はいはい、似てるなって言われたり、ね、出ますしね、はい、それとあと二十歳超えてからマチャービの歌い方に似てるって言われた、はい、というのは僕の先輩が、久しぶりに会った先輩が、なんかお前デビュー したんかみたいな感じで、ほんでその、なんでですかって言ったら、いやなんかお前の声がなんか有線で流れてたから、あれこれポンちゃんちゃうかなとか思ってみたいな。で曲を聴かせてもらったら坂井正明の新曲やったそんな似てるかなとか思って、この間トーマ君とかもさらば恋人とか歌ってたんですよ。ほんで、僕も家でそんな似てたっけなとか思いながら、ちょっと一回聴いてもらえます？いや、自分では分かんないんでね、聞こえ方が違う。皆さんもちょっとね、ジャッジしてください。寄せずに普通に歌います。普通、はい、普通にね、さよならと書いたって何笑ってるんですか寄せないっていう話ですよね。あ、寄せてない、寄せてんの。いやいや、ちょっと待って、ちょっとやります、ね。寄せてないですよ。いつもめちゃめちゃ突っ込まれてるんで、もうやめていこうかな。だからちょっとかすれた声も、あと、はい、だから人、問題しのりさん。あ、問題しのりさん、はい、一回僕ポリープの手術してからちょっと枯れるのがちょっとマシになったんで、前はもっと枯れてた。前はもっと寄せてた。はい、甘い時弾む心人よのざわめきに揺れた全然が無理ない言葉にすればちょっともう歌い方自体がちょっとまあでも自分が好きなアーティストの歌い方、僕も中渕さんとかそうですけど、はいはい、もう自然と体に入っちゃってるところがあるのでかもしれない、寄せてるつもりはないですけど、うんうん、もう自分のそのなんか構成部分の中にもうおるから、うん、あ、そう、出ちゃうね、はい、出ちゃった、出ちゃった、はい、分からずも出ちゃった、分かりますよ、ね、はい、ね、浜田省吾さんも多分計らずも出ちゃった、うん、ただその、人それぞれその声帯のこう作り、そうですね、喉の太さとか違いますんで、なんかその部分が、まあ、浜松さんと、近いもので多分、ね、似てるんやろなと本当に思います、うん、はい、まあ、寄せようとしてるのは正直ありますよ、はい、はい、もう寄せようという気持ちはありますけど、そんなに頑張らなくても、うん、もう勝手にこうシュッとこう、はい、スッと寄っていく感じ、はい、
ちょっと隣に行く感じがなんかしますけどね、歌ってて面白いですね。ね、なんかありますでしょ、もうなんかこう、あ、この人の曲いけそうとか、うん、何も歌ってもこの人にはならんとか。そうですね、だからもうフランク長いとかね、無理ですよね。真似しようと思って、まあ、実際にあの音域が出ないんでね。はい、はい、まあそんなの、じゃあ僕ちょっと次、はい、そういえばこの人もね、もう絶対的に僕あの多分声帯の作りが違うと思うんですけど、すごい低いんですよ、はい、低いんですけど、あのすごい好きな歌なんで、ちょっと一回歌ってみようかなと、寺尾明さんのね、さすらい。So